ここに玉ねぎよく見るとね筋があるんですけども、繊維に沿って薄く切るやり方と、そちら逆らってこのようにねトンネルみたいな感じにして薄くスライスしていくやり方が2種類あります。まずは半分に切ります。そしてここの部分ですね、芯になる部分ですけれども、このようにして持ち上げて切れる人は切ってみてください。外します。でもこのやり方がちょっと慣れなくて怖いわっていう人は、少しガタガタはするんですけれども、こういうふうに置いてこちらの方に切り込みを入れて外してください。どちらでも構いません。まずはこちらの繊維に沿ったやり方です。できるだけ薄くやっていくのがいいんですけれども、最初のうちはそういうわけにいかないので、ゆっくり切っていきましょう。まずは玉ねぎのスライスをするときに、この繊維に沿ってっていうときに、できればこうではなくてこういうふうに包丁を入れてほしいんですね。なぜかというと、ここにこのように丸の状態ができてしまうので、これを避けるためにまずこのように角度取ってください。そしてこのまま切っていきます。落とす感じではなくて、少し前に出すような感じでもいいですね。こんな感じです。ゆっくりゆっくりスライスしていきましょう。この一番高いところまで来ると、こういうふうにずれていくので、持ち替えて楽な方はもう一回同じように、最初からスタート同じになるんですけれども、こういうふうにしていきましょう。こちらの状態で大丈夫な人はこのまま行ってください。高くなって包丁が上げられない場合は倒しましょう。低くなります。これでもいいですね。どちらにしてもやりやすい方向、このトップに来た時はちょっと確かめてみてください。上げられて薄く切れる人はこの状態、高くなって難しいよっていう人は倒す、そして逆向きでも大丈夫ということになります。じゃあこのままスライスしていきます。ゆっくりしますね。倒します。最後は、最初のうちはどうしても太くなるんですけれども、気にしないで最後までちょっと頑張ってみましょう。よいしょ。ちょっと最後太いのがあっても、最初のうちは OK にしましょう。このように繊維に沿ったスライスができました。それでは次は繊維に逆らったトンネルのような感じの方向に向けて切るやり方ですね。それではやっていきます。これはもうそのまま素直に切っていきましょう。なかなかこの高さがあるので、これは先ほどよりも少し難しくなります。難しいんだと思ってください。よいしょ、よいしょ、こんな感じですね。先ほどと同じように、一番高いところに来ると難しいな、ここがずれるなって思う人は、もう一度このようにひっくり返しても大丈夫です。どちらでもいいのでやってみてください。一番高いところというのは、どの食材でも包丁が高さをこう上げなきゃいけないので、調子が狂ってくるんですね。難しくなります。ここは慎重にやりましょう。ゆっくりで大丈夫です。
自分にとって切りやすいところが包丁の先端なのか、それから真ん中あたりなのか、もしかしたらこっちの方、指に近い方なのかっていうのはやってみないとわからないので、一つの食材を切るときに少し包丁をこんな風にちょっとひっくり返しますね。先端、真ん中、根元、どこが自分が得意か確かめてみるのも大切だと思います。やってみてください。案外私真ん中あたりで切ったけど先端の方が得意だわっていう人もね、います。一つの食材で試してみてください。最後は頑張って切れるところまででいいですよ。最初のうちはね、太いところがあっても大丈夫なので、こんな風に切り分けてみてください。はい、繊維に逆らってスライスするやり方です。